なんだ、どこだここ。起こし方が最悪すぎるでしょマジで。ここもともといた場所じゃない。やあやあ、ごきげんよう。各地に収容されていた死刑囚さんたち、君たちは実にラッキーだよ。なんせこの僕の実験に参加できるんだからね。こんばん、サイコパス観察、地獄の案内人ゴクちゃんだぜ。あんた何してんの？ん？エンドがまた興味深い実験をやるって言うから覗き見してるんだよ。あいつのターゲットをいかに苦しめて始末するかっていう考えは地獄の拷問の向上につながると思わないか？あんたが仕事熱心なのはいいことだけど、それよそで言わない方がいいわよ。友達減るから。そうか？さて、みんなも一緒に覗き見していこうぜ。さてさて、今日エンド一味は何をするつもりなんだろうな。つうか、誰だおめえ。僕はここの施設の管理人だよ。エンドと呼んでくれて構わないから。何？ここが処刑場ってわけ？まあまあ、そう結論を急がないで。君たちはそれぞれが犯罪者、死刑執行を待つばかりの滞在人だが喜んでいいよ。君たちの命は僕が買い取った。買い取っただ？そう、世の中にはお金で死刑囚をちょろまかすことくらい簡単っていう知らなくていい闇があるのさ。表向きには君たちの刑は執行されたことにしてね。俺たちを買い取って一体何をするつもりなんだ？実験だよ。実験？ふざけないで。私たちはモルモットじゃないのよ。そうだ、おめえこの檻から出せ、ぶっ殺してやる。おー、元気だことで。それじゃあ君たちに朗報だ。今から行われる実験が無事に終われば、君たちをこの施設で雇ってあげる。つまり死刑囚から解放されるというわけさ。保証がない。保証なら俺たちがなろう。俺たちももともとは死刑囚だったからな。でもこいつの実験とやらを生き延びて、今はこいつに雇用されて生活してるってわけよ。あなた死刑囚になるような年齢じゃないんじゃないの？ま、そこはいろいろあってな。俺は手違いで死刑囚になったけど、死ぬ直前だったことに変わりはねえ。でも今はこうしてピンピンしてる。それに全員を殺すつもりの実験でもねえ。一口乗るか？エンドの手先その2が死刑囚たちにそう問いかける。エンドの手先その1がリック・カーン、23歳。病弱で企業から採用されず、金持ちから金を効率的に絞り上げるために強盗殺人を首謀。そのターゲットは詐欺や汚職で儲けた人間に限定していたってあたりがエンドのお気に入りポイントってところかね。エンドの手先その2がエイミー・グラネット。こいつ15歳なのか？少年院にいる年齢だろ。何何？万引きを繰り返してトラックで逃げようとして運転ミスって店員と客15人を引き殺したと。で、死刑囚になったのは死刑囚の兄貴が監視を買収して入れ替えられたからねえ。ああ、これに関してはいろいろ資料に書かれてないことがありそうだけど、ひとまず今は置いておくか。で、エンドは死刑囚たちのデスゲームを開催して生き残ったこの2人を仲間に引き入れて今に至ると。さて、今日の死刑囚から新しい仲間は生まれるのかね。みんなも予想しながら覗き見していこうぜ。まあ、断るなら今ここで全員感電死させるだけなんだけど。はあ？ふざけんなよこの野郎。感電死は嫌だ、嫌だ。その実験って一体何なのよ？簡単さ。今から君たちを4つの扉の前へ移動させる。一人一つその扉を選んで中に入り、生き延びればそれでいい。生き延びたら必ずおめえの仲間にしてくれるんだろうな。
もちろんだと思う。給料だって支払うし、ある程度の生活と自由を保障するよ。まあ、ほとんど休みねえんだけどな。思ったこと全部口に出さなくなっただけ。こいつも成長したもんだ。やるから早くここから出してくれ。まあ、どうせ死ぬなら乗っておきましょうか。おれ、出せ。まあ、どちらでも。よし、交渉成立だね。それじゃあ、行くとしよう。最も丸々な死に方はどれ？さあ、このマークの書いてある扉の前に立って。早い者勝ちでも、話し合いでも、なんでも構わないから。エンドに言われ、死刑囚たちは顔を見合わせる。ここで唇を切ったのは、俺は人のマークの扉に行くぜ。人間相手ならまず負ける気はしねえからな。俺は病院がいい。もしかしたらベッドで寝てるだけかもしれないし、ワンチャン治験かも。火と針とかどっちも嫌なんだけど。じゃあじゃんけんしましょう。そう言って残った二人がじゃんけんし、勝ったのは私の勝ち。じゃあ針にするわね。ここから生きて出たら真っ先にあんたを殺してやる。さあさあ、部屋が決まったならみんなその場に立って。扉の前に並ばされる死刑囚4人、そしてリックとエイミーはそれぞれに注射を打ち込んだ。何をした。何、セッティングする間暴れないように眠らせただけだ。お前らもちょっと寝てろ。なんだこりゃ。苦しい。ここは病院。やった、きっと当たりだ。何よこれ、まるで火炙りの刑みたいじゃないの。いや何もない。どういうことなの。さあ始まりました、本日のデスゲーム。デスゲームだと。今回のテーマはズバリ、最も痛い死に方はどれだよ。それぞれの部屋の仕掛けは明かさないから、自分で考えて助かる方法を見つけることだ。それではスタート。苦しい。身動き取らねえ。何なんだこの部屋。そこはね、足部屋だよ。ケース A、足部屋。足だと。これに関しては説明不要。文字通りぺちゃんこになって死ぬ。でも足に至るまでには様々な痛みを覚えるはずだ。内臓のきしみ、骨への圧迫感、呼吸が苦しくなることへの焦り。ちなみにその部屋は1分に1体マネキンが増えるから、部屋がいっぱいになるまでに頑張って脱出するんだね。それじゃあまだこの、ケース C、 小子部屋。熱い。お、始まったか。C の部屋は小子部屋だよ。いやー、かわいそうにね。小子は人間の死因の中でも最も苦しいと言われている。痛みは別としてね。なんで一番きついんだ。多くの場合低温で焼かれ始めるからさ。いきなり豪華に放り込まれればまた違うんだろうけど、小子部屋は足元から火がついて徐々に回っていく。つまり長時間焼けつく痛みと暑さに耐えなければならない。昔は魔女裁判なんかで火炙りの刑が採用されていたが、苦しめて殺すこと、見せしめにすること、何より過去西洋では肉体に魂が宿り復活すると信じられていたから、肉体を燃やすことが最も残酷な殺し方だったとも言えるね。痛い痛い痛い。
まずい。すさまじい断末魔だね。まあ即死する暑さじゃないのが少子の味噌なわけだけど。喋れなくなり始めたぞ。おそらく喉が焼けてしまったんだろうね。火炙りの怖いところは火で先に死ぬよりも煙が回って一酸化炭素中毒を起こすことだ。火災で逃げる際も姿勢を低くして手で口を覆い煙をなるべく吸わない。これが生き延びる上での鉄則だからな。でこのまま意識を失って死ねればいいんだが、あまりの暑さで意識を飛ばせず目を覚ましてしまうケースも多いんだ。おえー、今見てる中では一番しんどそうだけどな。おや、死刑囚 A が先に死んだか。まあ人間って暑に弱いから当然か。痛みというよりは酸素が頭に回らなくて苦しいの方が強いかも。最近の圧死で言うと潜水艦の圧死のニュースがなかなかショッキングだったな。確かにね、あっちの方がよっぽど恐怖を与えられるだろうし。うん、次の参考にしようかな。最初の脱落者は圧死か。あの部屋の構造の詳細はわからねえが、1平方メートルに11から12人と入ってくるとほぼ身動きが取れなくなる。人間に対して300から400キロの圧がかかっても不思議じゃねえ。でも人間は何かしら圧にさらされているもんだ。例えば10キロ、少し混み合った電車内程度の圧迫感でそこまで辛く感じない。ただ40キロになると苦しくなってくるな。花火大会とかの混雑を想像するとわかりやすいか。でこれが100キロまで行くと息を吸おうとしても肺が膨らまず十分に吸えない状態になる。今回推測される300から400キロとなるとなかなか息ができず圧死、窒息死と引き起こす可能性は十分に考えられるだろう。ただしあの男はかなり屈強だった。つまり俺が想定しているよりあのマネキンは重い作りだったかもしれない。そして死体はぺちゃんこに潰れていたしな。うおおっかねえ。おい遠藤、死刑囚 C も死んだぞ。ああ、もう死んじゃったの？やっぱ火力強すぎたかな。もっと長引かせないと拷問としてつまんないよね。火力を調整するなら足元から火をつけるより部屋の四隅で火を焚いてじわじわやる方が効果的なんじゃないのか。こわ！おいリック、お前エンドに毒されてんぞ。最高じゃないか。今度はそれで行こう。ったく。さて次は。うまあ、飯うま、最高。つか何これ、天国、当たり部屋だ。おーおー、のんきな子って。これで俺は生き延びる。なんと死刑囚 B が突然ベッドの上でのた打ち回り始めたのだ。おそらくこいつは入院患者になったはず。だがいきなりそんな痛みを与えられるか。さっき食ってた飯に毒が盛られていたにしても、わからん。もうしばらく観察だな。疑似的に癌の症状を引き起こす薬効いてるみたいだな。そうだね。いやー、それにしても僕もあれだけはなりたくないね。癌と言っても種類があるだろう。一体何の癌を引き起こすんだ。医師が絶対この癌にだけはなりたくないと口を揃える最強の癌、それが膵臓癌だ。膵臓は体の奥の方に位置し、周囲を胃や十二指腸、大腸、肝臓といった多くの臓器に囲まれているため、癌の発見が難しい。発見時の8割近くが手術不能の進行癌だというデータもある。しかも、強い痛みを伴う癌の典型例だ。最近では早期発見すれば手術で完治する癌も多いし、緩和ケアも広がってきている。
昔ほど痛くて辛い病気ではなくなったガンもあるが、部位によってはやはり、いっそ殺してほしいと思うほどの痛みを伴うこともあるようだね。それはまあ、あいつの苦しみ方を見てりゃわかるけどよ。そんなに痛いもんなのか？ガンになったすべての人が痛みを感じるわけではないようだが、およそ7割の患者には身体的苦痛があるというデータも出ている。命に関わる病で最も苦痛が大きいのが、ガンという病気なんだそうだ。とりわけ膵臓の後ろ側には、腹腔神経層があり、ガンがここを圧迫すると激痛が走る。さらに肝転移を伴うと、強い吐き気が出てくる。確かに、死刑囚 B も痛みに絶叫して、しかも吐いてるもんな。このような苦しみが絶え間なく、朝から晩まで、しかも数ヶ月以上にわたって続くって言うんだから、恐ろしいよね。でも、痛み止めとかあるだろ？実際の治療現場ではさ。ガンの骨転移に伴う痛みはどれも強いけど、とりわけ膵臓尾部に発生した膵臓ガンは、腰椎周辺の太い神経に影響しやすく、激しい腰痛に悩まされることも多い。肉体的な痛みを取り除くには、モルヒネの使用が有名だと思うけど、モルヒネを使っても、その量や状況判断の誤りで、痛みが緩和されないこともあるし、肝臓がんや肝硬変には、全身こむら返りという症状もあるんだ。こむら返り？この全身のこむら返りが起きると、患者は体をのけぞらせ痛がる。この痛みにはモルヒネも使用できないというわけさ。きぃ、死ぬ時期がわからない分、少子よりしんどそうじゃね？まさか僕が普通の膵臓がんを引き起こすわけないだろ？半年も実験すると飽きちゃうしね。もう少し放置して様子を見ていこうじゃないか。へいへい。で、D の部屋は、あ？どうした？エンドはエイミーの見ているモニターを覗き込む。すると、おんやーと小首をかしげたのだ。変だね。どうする？様子を見に行ってもいいが。まあまあ、生きてるなら結構なことじゃないか。死刑囚 B と D の様子を継続して見ていこう。2時間後。もう、やった。殺してくれ。なんだあの腹。おや、症状が出てきたね。なんと死刑囚 B の腹がカエルのように膨れ上がり始めたのだ。あれもガンの症状ってことなのか？あまりに痛々しい光景に俺も思わず息を呑んだ。肝臓の機能が低下すると血管外に水分が出ていってしまい、腹に水が溜まってまるでカエルのようになるんだよ。ひどい場合は水を抜かなければならないね。肺や胸のあたりに胸水が溜まり、呼吸困難を感じることもあるそうだ。苦しい。腹水がひどい場合、プールに入って鼻の下ギリギリに水面があるような圧迫感があるというから、そんな状態が続くと体力のみならず、病気と戦う意欲すらも失ってしまうだろうね。医者が絶対このガンになりたくねえっていうのも納得だわ。もう、ダメ。心停止確認と。ご苦労様。やっぱり少子化膵臓がんが2大痛い死に方な気がするけど。問題は死刑囚 D の部屋だ。叫び声どころか何も聞こえない。しかし心拍は正常。考えられる原因はいくつかあるけど、本人に直接確かめるとしよう。ケース D、死因。〇〇？げえ、これって。あら、いらっしゃい。おやまあ。エンドたちがやってきた死刑囚 D の部屋は、床一面張りまみれ。そして死刑囚 D は何食わぬ顔で床に座っている。もちろん、あたりは血まみれで。この部屋の死因は、失血死か？その通り。
1分20本の針が床に出現する仕組みになっていた。この部屋を追う針は1200本、体のどこかしらに必ず針は刺さるだろう。急激な多量の出血により血圧が急激に低下し、ショック状態に陥り死亡することがある。標準体重の成人の概算では血液総量の1/2、およそ 1.5 リットル以上を出血で失えば失血死を起こすとされているんだが、失血死の前に痛みでショック死すると思っていたんだけど、やっぱり君は。私、無痛症だから。無痛症？先天性無痛無感症。生まれつき痛みを感じる神経や発汗機能をコントロールする神経が発育せず、痛みや暑さ、冷たさを感じない、または感じにくい、汗をかかないという病気だ。そのために怪我や火傷や骨折を繰り返したり、虫歯に気づかず悪化させたりして体に障害を起こすことがあるとされている。また長生きすることも難しいとされているね。そうね、何度も死にかけてきたのは事実だわ。いや、あの、話の腰よって悪いんだけど、お前なんで死刑囚になったんだ？私は痛みを感じないから何をしてもいいと思う人が一定数いる。学校で私に集団で乱暴してきた連中を父さんのライフル銃で殺しただけ。確かに無痛症の子供は暴力や虐待被害を受けやすい。一番厄介なのは本人に乱暴されたという感覚が残らないことだからね。私は年齢が若いことや病気のことも考慮されて死刑判決が出ていたけど、実質無期懲役みたいなものだったのよね。で、私の病気のことを知れば他の死刑囚が手を出しかねないからって独房だった。壁に頭を打ちつけて死なないように部屋の壁にもクッションが敷き詰められたりして。遠藤、こいつの病気分かってて連れてきたのか？いや、適当に死刑囚を売ってくれと頼んだだけで情報は送られてきていない。ぶっじゃけ、そんな死刑囚吟味して買えないよ。あっはっはっは。笑って言うことでもないんだがな。でもどうするんだ、今回の実験には不向きすぎる人材だろう。どっちにしろ彼女はこのまま失血死で死ぬよ。意識も朦朧としてるんじゃないかい？確かに頭がぼーっとするし視界も霞んできた。そっか、私死ねるんだ。よかった。よかったって。ライフルで私も死のうとした時に体を押さえつけられたの。ずっと死にたかった。痛みを感じなくても心は辛かった。ずっと、ずっと。死刑囚 D は小さくそう言い残して目を閉じてその場に倒れ込んだ。ああ、死刑囚 D、死亡。うん。実験は終了だ。それじゃ死体は全部まとめてキューティーパイのご飯にしてあげてね。ふぅ、いやー、なかなかにえぐい実験だったな。参考になりそうなものあった？あ？地獄じゃ火炙りなんて序の口だからな。例えば千年落下し続けて落下した先が血の池地獄なんてのに比べたら可愛いもんだろ。怖っ。まあ現世でできる拷問にしちゃ合格ラインなんじゃね。よし、今日の覗き見をレポートにまとめて一星さんに見てもらおうっと。まあ本当の地獄にはかなわないってことね。みんなも悪いことはしないで地獄なんて来ちゃダメよ。それじゃバイバイチーン。どうしたんだ急に。俺絶対ガンで死にたくねえから健康になろうと思ってよ。付け焼き刃にも程がある。ガンは大体遺伝で決まると言われているしな。そんな、もし俺がガンになったら殺してくれ、頼む、安楽死で。ま、それまで俺が生きてたなら、というかお互いに。うん、それな。